東京40マイル Vlog。 前回の第6話では砂の暗渠排水部分が横に広がっちゃう問題をどうするかっていう話で終わったんですけど、これまた都合がいいもんがある。高木のとどめストッパー、これで姫高麗芝部分の床土と暗渠排水の砂部分の境目を仕切ればいいんじゃん。なんだか今日行けそうな気がする。斉藤由紀さんからのリクエストでした。あると思います。はい、ターフカッターでガイドになる切れ目を入れてやって、上からトントントンって叩くと確かな手応えでしっかりと地面に食い込んでいきます。とどめストッパーは以前から気になってて、芝の際の暴走を止めるのにいいかなって思ってたんですけど、初導入の感想としてはこれいいですね。今回買ったのはとどめ用なんで少し大きいですけど、芝の根止め用っていうもうちょっと小さいタイプも売ってます。ハンマーはホームセンターなどで売ってる硬質のゴムハンマー、結構重たいものです。自動車の整備用に買ったんですけどね、重みがあって、しかもプラスチックへの当たりが柔らかいんでちょうどいいです。それにしてもこのストッパーよくできてる。地面に打ち込むのに手応えがあるんで、このぐらいの大きさに分割されてるのがちょうどいいですね。ジョイント部分で向きを変えられるんで、直線だけじゃなくて緩やかにカーブをつけたり、あと屈折させたりね、直角にしたりとかね、こういうのも自在です。この傾斜いけるでしょう。砂の通路、暗渠排水部分の溝ができました。姫高麗芝を張る部分には第4話で耕して作った床土を満たしておきます。姫高麗芝の地面には雨水をじわじわと浸透させ、表層部にあふれて余った水は速やかにこの排水路に落とす構造です。1話から見てくれてる人はわかると思いますけど、これほんとやりながらその場で思いついた行き当たりばったりのアイデアですから、もうこれ思いついた時、もう俺って超天才とかって思って写真撮ってツイッターに上げた直後に、あ、これ連続ドキュメンタリー動画にしたら面白いじゃんって思いついて、ネタバレ防ぐためにすぐツイッター削除してね。しかしこれを見ちゃった人がいるんですよ。もしかして完成形を何かツイッターかなに載せました。ヒロさんは見た。このね、ヒロさんは僕の動画もツイッターも一番見てくれる人です。プレミア公開チャットのモデレーターもお願いしてます。そうなんですよ、ツイッター削除した時にあのわずかな時間にもかかわらずいいねがついてたんですね。いや、このね、ヒロさんのコメント僕の中ではもうじわじわ来てましてね、ツイッターに速攻いいねつけてくれて、その直後に削除されちゃうってもうどんな気持ちなんだろうなとかね。そしてなんでこれ第1話じゃなくて第4話にコメントくれたんだろう、その間って結構時間あるんだけど、どんな風に思って過ごしてたんだろうなって思うとね、もうね、ヒロさんのお心を思うとなんとも切なくて申し訳なくてね、おしゃぶり昆布浜風のようにもじわじわと味が出てきます。もうコメントもらって以来長く僕の心に響いておるんですよ。ヒロさんいつもありがとう、感謝してます。できた通路には細め砂を満たしていきます。砂は等圧でも締まらない性質なんで、地面がへこまずにしっかり支えてくれる上、水はけが良いですからね。こうして慣らして踏んでみると、いい感じ。床土と違ってやっぱり沈みませんね。ほら、こうすると芝の床土部分と地続きで排水性が高い土壌ラインが作れるの、つまり芝刈り機も普通にかけられちゃうことです。これいいアイデアだと思うんだけどな、成功したらメインの芝部分の排水にもこのアイデア生かしてみようかなと思います。
超楽しみになってきた。もう行けるイメージしかない。ヒロさんお待たせ、次回8話でやっとツイッターでネタバレした完成のシーンに到達します。皆さん続きをお楽しみに。コメントのコーナー、今回も行ってみましょう。庄司翼さん、続きがとっても気になります。地下水路みたいになるんでしょうか。私も銀ゴケで悩まされています。表面を削いでましたが土まで取らないとダメなんですね。勉強になりました、ということですけどね。そうです、これはいわば簡易暗渠排水です。苔はほんと嫌ですよね。僕も見つけるたびに表面削いでたんですけど、キリがなくて、やがて疲れて諦めて放置したら、あの第1話の惨状になってたってことです。結局苔が生えないように原因を改善するしかないかなと思って、この挑戦に至ってるわけです。イケメンチワワチャンネル麦さん、簡易暗渠排水作戦漢字すごの行く末がど楽しみですね。このシリーズは東京40マイルさんの次へ引っ張る感じが絶妙でたまらないです。あー続きが気になるって、もう模範的コメントありがとうございます。簡易暗渠排水作戦、中国語か。しかも暗渠って漢字で書けないな多分。続いてクイックさん、東京40マイルさんの動画アイデア量と芝生愛のレベルがすごいと思いながら、いつも動画楽しませていただいてます。これからも予想外の楽しい芝生動画どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、誰かも動画で言ってたんですけど、芝の手入れって瞑想なんだと思います。無心になって集中しているとふと悟りを開く。実際に作業やってる時は孤独に一人静かに心静めて、実生活とかね、いろんなことも全部頭から一切取り除いて無の境地で土と向き合ってるんですよ。するとね、ふと動画のアイデアが降りてきたりとか、もう芝のことだけじゃなくてね、会社の運営のこととか車のこととかね、あそうだこうすりゃいいじゃんっていうのがふっと降りてくるんですよね。忙しい毎日過ごしてるとなかなかね、自分だけで集中する時間って作りにくいんで、人間をリセットする意味でも芝の手入れっていいんじゃないかなって僕は思います。テレキャス K2J さん、まさかコメントいただけるとはありがとうございます。自分も今年から庭に芝生を張って芝を楽しんでます。見よう見まねで行ったのでプロフとかすごいことになってしまってますが、のんびりと芝の成長を楽しみながら芝ライフを過ごしてます。次の動画も楽しみにしてます。これまた嬉しいコメントありがとうございます。そうそう、芝は自分のペースで楽しむのが一番。プロフだって経験してみるからこそその影響と対策が分かるわけで、始めたばかりのうちにいろいろご経験された方がきっと将来の芝に役立つと思います。気楽に長く続けていきましょう。マックスツインズさん、なかなか面白い発想ですね。男はいつまでも男の子でありたいです。庭でデードをばらまく我が家の双子には参りますが、あ、双子さんなんだ、だからツインズなんだ。うちは網の蓋じゃない完全な密閉された蓋なんで、横を掘って縦穴に穴を開けてます。雨が降るたびに庭が池になるんだもん。アルム巻いた次の日とかに必ず雨、理想の庭芝までにはまだまだって書いてありますね。アルムグリーンあると思います。本当にね、2週間に1回巻くんですけど、なぜかね雨の遭遇率高いんですよね。すっごくわかる。我が家では2週間おきの日曜日が散布日なんだけど、まあ、つまり月曜日の雨率が高いってことかな。はたまたそう感じるだけなのか。雨で池ができる現象、そうなんです。なんだかね、でもこのチャレンジで目覚めちゃいましたね。今年は水はけ対策の動画が多くなるかもしれません。梅雨入り前にきっと皆さんにお役に立てそうな予感。黒猫さん、苔話ありがとうございました。取り扱いしてもらえると嬉しいですね。次回作業を楽しみにしてます。あのね、これはこちらこそなんですよ。コメントいただけると嬉しくてね、逆に無反応だとなんかね、すごい不安になっちゃうんですよね。いやほんとコメントありがとうございます。続いて渦巻さん、コメントを動画で読んでくれるってすごい。ラジオでハガキ読んでもらった時の気持ちになりそうですね。東京40マイルさんの動画でつくしが杉菜だということを初めて知りました、というコメントです。そう、このコメントのコーナーのイメージはラジオです。高校生の頃僕ハガキ職人だったんで、日本放送のグッズいろいろ持ってました。その当時マクドナルドのオープンっていう店を開ける仕事やってたんで、日本放送の早朝番組朝から大変つかちゃんですが、これ大好きでね、
毎日聞いてたんですよ。それでね、社会人になって銀座の割烹に行ったら、スカちゃんの声にすっごいよく似たおっさんが隣座ってて、これまた流暢にペラ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 喋ってたんですね。それで、もしやスカちゃんじゃないですかって声かけたらご本人で、いやもうほんとね、感動の出会いがあったんですよ。でまたね、その話を翌日のラジオで言ってくれたりして、いやすごい懐かしい。塚越隆さん、僕大ファンだったんだけど、残念ながら2012年に亡くなりました。素晴らしいアナウンサーでした。そんな出会いもあったんで、一時期アナウンスにも興味持ってちょっと勉強したことがあります。やっぱりね、プロの話し方ってすごいですよ。コパンさん、40マイルさんの動画見てると、考えるということの重要性を再認識させられます。感謝。自分なりに雑草天国かっこ地獄を見目麗しくできるようにやってみます。そうですね、雑草はどうやっても生えてくるんで、もう雑草取りを楽しむしかないです。新しい種類の雑草出てきたら新種発見と思ってね、一体こいつなんだって調べてみるといろいろ面白いですよ。まあ生えてこないのが一番いいんだけど。月夜のひよこさん、うちも人が通るところは等圧で育ちが悪く、参考にさせていただこうと思って期待しています。そうですね、なるべく同じところは歩かないように気をつけてるんですけど、こういう入り口付近どうしてもね、同じところ踏み続けちゃいますよね。安心してください、このチャレンジうまくいってます。実はいずれ正規動画にしようかなと思ってますんで、お楽しみに。はるさん、姫高麗芝は特に踏み圧に弱いですからね。飛び石はよく見ますが、人工芝プラス排水路とは新しい発想。そうなんです、思いつきにしてはいいでしょう。これなるべく芝感を損ねずにいけるんじゃないかなと思ってます。で、これうまくいくと上から芝刈り機使えるんで、それも飛び石と違って魅力ですよね。ひろのりさん、発想がすごいですね。次回が続きが楽しみです。前回の国土地理院地図閲覧サービスも見入ってしまいました。このようなサービスをどうやって見つけてくるのか、情報網の凄さに驚きました。もうね、こんなコメントもらっちゃうと調子に乗っちゃいますね。嬉しい、ありがとうございます。僕はもう好奇心の塊みたいな人間なんで、昔から図書館大好きでした。あそこ行くと何でもありますからね。そして、若い頃、もう社会人になってしばらくはパソコンすらない社会でしたから、今の高度ネット社会、まあ、この言い方がもうすでに古いか、まあ、この時代は天国ですね。好奇心さえあれば何でもできる、何でも調べられる。はい、ということでコメントのコーナーは以上でございます。 Vlog のシリーズはこんな風にゆるーく皆さんと交流しながらやっていきます。次回第8話をお楽しみに。このチャンネルでは一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに、我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。